興味深い。この場所には奇妙なエネルギーの急上昇とデータがあります。調査データで詳細がわかるでしょう。
皆さん、フェールセーフをネッススのコアにつないで大量のデータを手に入れる方法が分かりました。とにかくビーコン設置を手伝ってもらえますか。このビーコンがあればフェールセーフをネッススのコアに接続できるはずです。どれだけのデータを引き出せるか分かりますか。積極的で賢い計画ですね、ゴースト。やめた方がいいと思うけど。大丈夫です。信じてください。ハッキングやスキャンはいつも私がやっていることです。そうですね。全てあなたにかかっています。楽しそう。
コアが開きました。準備を、ベールセーフ。ベックスのモノマネを練習しています。船長、私が捕まらないようにお願いします。ただの綱渡りのようにやってみればいいんです。考えてはいけません。気休めにもならないよ。あなたならできます、フェイルセーフ。信じていますよ。抹殺されたらあなたを呪います。え？ネッシスのコアとつながりました。ほら、簡単でしょ。取れるものは全て取っていきましょう。ベックスが邪魔をしようとしています。近くに合流点があるはずです。それを安定させてください。ありがとうございます、船長。次はあのデータキューブを排除してください。その中に含まれているセキュリティプロトコルが進捗を妨げています。あなたはプロです。きっとうまくいくと思っていました。安定させるためにマークしておきました。作り出されるキューブを壊してください。ベールセーフ、ベックスがマインドを送ってきました。ベールセーフ、何か情報は？ベックスに囚われてしまいました。本当にすみません。私が何とかします。あのマインドからデータコアを奪ってください。
ベール政府はここのどこかにいるはずです。合流点からの干渉を取り除くのを手伝っていただければ彼女の居場所を特定できるでしょう。